シアラキラの系のヒントプラ第33回目です。自分自身と部下に指導するためにも。 個人のお金の使い方、ため方、生かし方、投資の仕方を教えてくださいてる。あの、お金に対する考え方は、なるべく早いうちに理解した方がいいと思うんですね。はい、なぜかっていうと、この世の中っていうのは基本的に自由主義で、資本主義社会でしょ、はい、ってことは、お金をベースにして社会構造が成り立ってるんですよ。うん、ってことは、経済社会の中に生きていて、お金っていうのはこういうものだということをちゃんと理解してないと、まず成功しないね。なんで、そういうベースになる理解っていうのは早くしなくちゃいけないんだけど、 これがもう国が教えてないわ、親が教えてないわ、社会人になってもわかんないから、すごいなんか難しいですよねっていうんです。じゃあ、経済に対してどういうふうに考えるかっていうと、経営者はもうちょっと違う考え方があるんですけど、一般の方はね、あのお金っていうのは時間であって、 で、あと、その人の精神的な支え。もっと言うと、性格とか人格のベースを作ってるもんって考えてないですよ。これが。そうそうそう。例えばさ、うん、割と一般的に皆さん平和なんで、あの、意気投合すると、あ、この人はいい人だと思っちゃうでしょまあ、まあ普通に会社員の方ってそれで問題ないかもしれないけど、経営者の方が、こう人と会ってね、いやーなね、さ、面白いですね、って意気投合しましたと。じゃあ一緒になんかしましょうって時に、あの人はいい人だって言って、こう、やり始めちゃうと、実はすごく怖いんですよ。 うん、なぜかってその言葉自体が本当か本当じゃないかっていうのは、実は何に裏付けされてるかって言ったら、その人の今ある経済環境に,に、をベースにして作られてるから。だから、その人と一緒にやってもいいかどうかは、その人が自分の力で誰にも依存されずに生きてるかどうかっていうことがベースになあの、まあ、そういう意味ではさ、意識として生き方として依存を取ることと、自分があの自分の力でちゃんと収入を得てるってことがすごく重要で、お金に縛られてないっていことがすごく重要なんですよ。だってほら、うんと、今日生きていけなければ、残念ながらお金が くれるる人のとととこここにに行っっちゃうし言ううし聞かざなないっていてりますよね例えば今こう政治とかいらんなのも大変じゃないあれは当選するために企業からお金もらっちゃったりするとその企業の言うこと聞かざるを得ないっていうことになるでしょ、はい、だからそこはクリアしとかないとダメなんですよだから経営者同士なんかではその人のことを信用していいかどうかはその人がどういう経済状態でいるか、うん、なおかつ儲かってても自分の力で儲かってんのか誰かのおかげで儲かってんのかと誰かのおかげで儲かってたらここでどんないいこと言った その人に言うことでで動いちゃうでしょっていうふうに考えるとあの、経済っていうのは性格とか、その人の精神状態を支えてるっていうふうに考えたら大事ですよねすもう一個は、お金は時間なんで、お金の自由は、あの時間の自由を生んでくれる、じゃあ時間って何かって人生なんで、やっぱりお金を貯めていくこととかを普通にしないとだめですよね。うんお,まあ、お金って時間でしょ、はい、僕、まあ、新入社員の入社式の時に必ず、顧問先のね、あの今日から皆さん社会人になったでしょって、経済社会の中で生きてるから、はい、最初にもらったお給料を貯めてねって言うんですよ。あと 例えば10、10%貯めないねえって言うんですよね。はいはい、10%を貯めて10ヶ月経つとどんなのか分かるうんだよね。これね、うち10%を毎月毎月貯金して10ヶ月経つと、1ヶ月働かなくてもいいよっていう時間が人生の一番後ろから来る。そうそうそう。うん。で、時間イコー人生だから、経済社会においてはお金の余裕が時間を読んでくれて、なお数を貯めれば貯めるほど、自由にしていいよっていう時間を自分が手に入れることができるので、そうすると、賢い子は、え、ってことは先生、毎月20%貯めれたらもっと倍ですよね。 の速度で自由がやっっててくるよねっていうことじゃない、はい、でなおかつそれが自分が一応精神状態を保てるようなバッファーを作るってことになるからそれすごい重要だよってお話するですよね。はい、そうそうそう。あの金持ちんとかという話って実はその話なんだけど難しく言い過ぎてるんですよ。だからあの前にほら心理学の話もしたけど何かっていうことを押さえてしまうと実はあの、うん、ものすごい金額出して勉強しなくても済むことってたくさんあるんだけどあの僕なんかはそういうのを僕もセミナーで教えたりとかねすると思いますけど。お金は時間 の余裕ですよ。はいはい、で、そうするとね、今度は何かっていうと、お金がお金を生んでくれるようになるじゃない。はい、そいつが金利発生してくれたり、うん、まあ、投資したりとかできるようになるでしょ。で、結局人生っていうのはさ、自分で働くか、あの組織を作って自分以外の人に働いてもらうか、もしくは自分が稼いだお金で働いてもらうかっていうことで、今に生きなくても良くなるっていうことが起きるじゃない。ということでベースを作るし、そのお金っていうのが基本的にその人の生き方を進ませてくれるバックもまあ、言葉でね、かっこいいこと言う人はいっぱいいますけど、それが実際できるのかっていう。 いうことは、経済的な自立を自分がしてるかっていうことになるので、お金貯めていくのはすごく重要ですよね。あともう一個、まあ、できればこうなっちゃえばいいと思うんですけど。いつでも自分の実力で稼げるよっていうところまで実力上げてしまえば、今度三十日くなるでしょだよね。 で、まあ、僕なんかはとてもありがたかったのは、セールスのことを一生でも勉強して、一応その、稼ぐことに関して、全く不安がないっていうところまで来てるの。なんで、あの、間違っても、自分の主義を曲げて、誰かの意見に従うとか、絶対しない。くても良くなってる自分がいますよね。 だからそこでブレーキがかかるかどうかっていうのは、はい、そこを、そういうことをちゃんと理解してるかっていうことだしね。はい、あの、ってことはこういうのを教えてあげないと、はい、お客様大事にとかあるじゃない、はい、もう周りのこと考えながら仕事しようぜとかってこう経営者がいくら言ってもさ、はい、その子の経済状態がもう家に毎日借金取りが来てるとかね。はい、まあ病気もそうですけど、そうなっちゃうと聞いてないもんね。 だから、僕はその、社長さんとかね、あの、役職者には、とにかくその部下の経済状態をチェックしてねっていうの。たらお金の使い方ちゃんと教えてあげて、もう聞けるような状態になったよねって言って、ねえねえねえって親切にしないとダメだよねっていう意はいいんだけど、そこ全然わかんないで、いきなりお前お客さんにはどう思ってんだメたことやるから、土台無理ってよね。結構なんかこれ、 僕は当たり前なんだけど、はい、わかんないのかもしれないね。自分のやりたいことをやりたいっていうふうに思うんでやったら、何を押さえておけばとか、クリアすれば、本当に見てやりたいことが、周りから文句言われずにやれるのかっていう話や。そしたらこの世だから、経済社会だから、経済ってそもそもどういうふうに考えるかとかっていうことを考え、はい、あの位置づけをね見、見てみれば、あ、なんだよ、こういうことかって。 で、そ、そこを基準にして人見ると、この人が前か前かふらふらしてるのは、そこを抑えてないからだなとかさ、あ、この人絶対人を裏切るなとか、わかるじゃないだから、あの、そうするといいでしょそしたら、この状態になっちゃうと、結果、心ならずも人を裏切っちゃうんだなってことを、やってしまったらかっこ悪いでしょだったらそこを実際に抑える。 っていうか、収入が上がると、もうバンバンお金使わせているでしょ。よくわかんないっていうね。お金っていうのはね、投資と消費と浪費っていうふうに区分があるんですよ。そうそうそう。ね。で、投資か消費か浪費かっていうのはまた難しくて、その人の今の経済状態の中で決まるじゃない。なんで、一概に言えないんだけど、あの、若い時は、まあ、浪費をなるべく抑えて、まあ、消費ぐらいにしてお金貯めていく方がいいじゃない。ね。でも、ある程度言った時に、物っていうのはその機能で買うか、質感とか満足で買うかっていう、そこが変わってくるでしょ。 例えば、車って走ればいいよね。だけど、自分がもっと成功したいから、ちょっと頑張って左ハンドル買って、乗るたびに楽しいって言うとアファメーションになるよね。はい、っていう風な感じだったら、その車を買ったことによって、もっと頑張れる。そういうのがあれば、嬉しいでしょ。だから、無理して買うものはダメですよね。あの、高価なものとか、質感を楽しめて買えるんだったら、絶対プラスですね。つきませんかはい。また、ちょっと改めて、はい。お聞かせいただければ。はい、石田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。